お、早速楽しむのかね。勝者の権利だ。好きに使いたまえ。さすがにその設定は過激すぎるのではないかね。いいんだよ。え、ああ、じゃあ夜まで。かしこまりました。腹減ったし昼飯にしようね。何かあったの？その4人でタッグマッチやって女子たちが勝ってた。男子チームの本は自分たちの実力にあぐらをかいてたところかな。いつの間にこんなものまで作ってたんだ。これは私が説明しましょう。誰？イライザー。まあとにかく中に入ればわかります。広い風呂もいいもんだな。楽しいのだ。ソフィーも泳ぐのじゃ。それは命令。今日は魔王じゃないんだな。魔王に変わると勝手に水着を脱いじゃうので。それがどうしたんだ。ふ